吉田さん、寒いですね、やっぱり深夜ともなると。もうすぐ3月ですね。生活のバランスむちゃくちゃ大事だと思うんですよ。まあ私もね、バランス壊さないようにしないといけないなと思いながら、でも、10年、20年使う金額そんなに変わんないんですよね。今は使う金額に対して稼ぐ金額がバランスしてきたんでいいですけども、以前は稼いでないのに使う金額が派手だったんでね、これたちがですね、借金は積み重なっていきますよね。その一つがやっぱり商売ですよ。商売で赤切ってるのに生活水準はどんどん上げていこう、上げていこうと思うわけですから、立ち側ですよね。だからこういうちょっとぶち壊れたところが、なんか私の人生の、短所でありね、それがたまたま長所にもなったかなっていうところですけども。で、外食はね、今でもね、結構するんですよ。まあ、大和くんと出かけることが多いんでね。まあ、夕食は必ず家に帰って取りますかね。だからランチを外で取ることが多くなってますね。まあでもね、やっぱりこう、家で作るの、そして食べるの好きですね。今日もね、今深夜2時ですけども、今起きたんですけども、お腹空いてるんで、多分蕎麦を作って食べようかなと。天ぷら、油揚げ、卵を入れた蕎麦。ネギもたっぷりと。もう、丸亀雲麺みたいなね。マイ丸亀雲麺っていうのをね作ろうかなと思いますけども、まあ、それでね夜中に起きてきて漫画を読むと、まあでも今月もそろそろ終わるんで会計まとめていかないといけないのと、あといろいろとねあれですね、書類事がありますね。なんか結局会社の規模が変わってもこの総務っていうのは変わんないかなと。顧問の先生に出す前の資料っていうのは私でまとめないといけないですからね、まあそれをこれからやりますよ、まあ人参つタイトルついてましたけども、人参っすね。のぐそってのは何ですかこれ。30分も喋ってるのぐそっていうのもう絶対クリックしないでこれね。こういうふざけたのがね、もうまあでもいいっすね。 Z4 っていうテーマでの動画もね、月収300万稼ぐ日本一の吉谷信者、すごいですね。1時間25分、まあさまざまですよ吉谷さん。なんかこうバランスよく暮らしを作っていかないといけないけども、やってることはバランスを書いてるんですよねこれね。極端になんか動画撮ってるみたいなね、極端に車走ってるみたいな。まあでも生活水準っていうのは本当このタイミングでなかなか吉田さんいいこと言いますよね。プラスあと5万稼げなかったら、プラスあと7万稼げなかったらもうこの先ないなみたいに自分を鼓舞するところがある反面、いやいや待て待て待て、贅沢すんなよみたいなね感じでね。まあでも車の出費ってこう言ったらねあれですけども、もう車持つんだったら軽自動車1台でもまあちょっとね大きめの車2台でも変わんないって言えば変わんないですね。変わんない感覚が持てるかどうかっていう、車複数台持ってても一度に乗れる車って2台ってことはないんで、ガソリン代って結局ね1台分のと同じなんですよ、ガソリン代は。ここはなかなか面白いところですよね。ただ車検代はかける台数かかってくるし、税金もかける台数かかってくるしっていうので、1年に1回と2年に1回がちょっとこう大きな出費があるかなってところでしょうね。あと自動車保険か。自動車保険はでかいですね。かける台数ってやつで。1台1万から2万ぐらいですからね。まあそう考えたら、セルシオが1台年間60万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますね。まあナイト2000も同じぐらいかかったとして、ベルファイアも同じぐらい。結構かかりますね、結構かかるけど、例えばこれが年収300万400万だったらきついですね、だからあれですねやっぱり吉谷さん、今日のこの動画の結論としては稼げたからって使う量も増えるからあんまり変わんないですね、そのお金の残り具合っていうのか。生活水準やっぱり上げちゃうし、
上げるために稼ぐし、稼いだけども生活水準変わりませんっていうのはどちらかというとこれ珍しいですよ。やっぱり稼ぐ金額増えてきたら今まで買わなかった靴とかも買っちゃうし、今まで行かなかったところもやっと行けるようになるし、今までできなかった人へのお金の使い方ね、親孝行とかね、それもできるようになるしでね、だからしょうがないんじゃないですかね。だから収入がある一定の額を超えると使う金額はもう追いついてこないってところになるんで、それが大体月に300万とかじゃないですかね。やっぱ月に300万とか稼げるようになったら、果たしてお金が残らないぐらい今度使うかなってことですよね。多分お金を稼ぐ意識とか時間っていうのとお金を使うための余裕の時間っていうのがこう追いつかなくなってくるっていうところがあるんで、まあそうですね、まあいいバランスになるんじゃないですかね。300万はなかなかいかないですけどね。はい、じゃあまあ今日も体温めていってみましょうか。寒いですね。いってらっしゃい。